フィン・ウルフハードは、フランス・ドイツの血を引くカナダ出身の俳優、ミュージシャン。また、サンローラン等の様々なブランドで、キャンペーンモデルとしても活躍している。2013年公開、短編映画、アフターマースで子役としてデビューする。2014年にテレビシリーズ、ザ・100、ハンドレッド、2015年にテレビシリーズ、スーパーナチュラルでゲスト出演を果たす。2016年シーズン1、2017年シーズン2が配信されたNetflixオリジナル作品、ストレンジャー・シングス未知の世界で、マイケル・ウィーラー役でブレイク。2017年公開のホラー映画、IT、IT、それが見えたら、終わり。ノリッチー・トージア役で、長編映画デビューを果たす。2018年全米公開予定、ドッグ・デイズにも出演する。ベースギターを趣味とする、彼は、バンクーバーに拠点を置くバンド、カルパーニアで、ギターボーカルを担当していたが、2019年11月9日をもって解散。現在は元カルパーニアメンバーのマルコム・クレイグと結成したユニットバンドザ・オブリーズでギターボーカルとして活動している。Netflixオリジナルアニメーション作品カルメン・サンディエゴで相棒プレイヤー役を務める。22分の20エピソード構成され、2019年リリース予定。初めて見た映画は、サムライミ版、スパイダーマン。これがきっかけで幼い頃から俳優を志す。IT、IT、それが見えたら、終わり。で、ピエロ恐怖症のリッチー・トージア役を務める。彼もピエロ恐怖症だと、インタビューで明かす。IT、IT the end、それが見えたら、終わり。で成長したリッチー・トージア役を、ビル・ヘイダーが演じたのだが、実は以前インタビューで、次の作品では誰にリッチー・トージアを演じてもらいたいかと聞かれたフィンはビル・ヘイダーの名前を挙げ、その話を聞いたアンディ・ムスキムティ監督が直々にオファーしに行きオーディションが決まった。日本のアニメゲームを好み、過去に数回プライベートで来日している。ありがとうございます。